ニーの現代です。さあ今日はですね、我々の聖地秋葉原です。今日はですね、じゃあアニソンカフェバービルドさんにね、ちょっと遊びに行ってみたいと思います。さあ僕もね、まあ、前になんか渋谷でお店をねちょっとプロデュースしたこともあるんですけれども、実際こっちが、遊びに行くみたいなのはなかなかないんで、ちょっとどんな感じか行ってみたいと思います。それでは行ってみよう。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。あ、こちら、はい、空いてますでしょうか。あ、空いてます。初めてです。初めてです。あ、はい、お席までご案内いたします。はい、お願いします。こちらに、はい、おしぼりとか持ってきますね。おしぼり、お願いします。いらっしゃいませ、ご来店ありがとうございます。はい、じゃあ始めます。はい、大人なので、はい、練習してさせていただきます。はい、スケールドはですね、1時間はオーダー制の880円になっております。はい、カラフィック口で110円、パッチリのカメラ打つの360円、チキとかもございます。フィルドでのお約束なんですけれども、カラオケに縛りがございまして、アニソンバーですので、アニメの曲、ゲームの曲、またボカロなどっていう縛りがございます。またお互い約束しようねっていうのは、セクハラし合わないみたいな、し合わない、シャワーパワハラし合わない、ボディタッチし合わないっていうところが大事になっております。結構僕、下水って言われるんですけど、あ、そうなんですか。ちょっとダメですね。あ、でも厳しいですね。ゲスさんに愛があったらちょっと考えちゃうかもしれないな。頑張るぞ。何を頑張るんだろう。面白いですね。フードもございます。はい、人気なのがですね、煮卵でカラオケ付きになっております。飲み物いかがなさいます。飲み物、はい、そうですね、カシスオレンジ。お、カシスオレンジでかしこまりました。はい、アルコールありで大丈夫です。あるあるで、あるあるで、はい、了解です。失礼します。お願いします。普段から結構お酒飲まれる？いや、もう全然飲まないんですけど。あ、そうなんですね。はい、今日ね、あ、僕ちょっとすいません、自己紹介してくれたんですけど、しがないアニソンシンガーの谷本孝之。存じ上げております。お会いしたかったんです、今日は。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、とんでもないです。初っ端からものすごい丁寧なサービスですね。感激しまくりなんですけど、これあれですか、もう初めて来たお客さんはもうデフォルトでこういう風にサービスしてもらう。そうですね、しっかりシステムのスペースを使っていただいて。そうなんですね。失礼いたします。こちらカシオレとバターの、あ、立ってくださいますよねという。もちろんだね。やだ。ここからは有料ですけれども。あ、そうですよね。逆にそうなんです、ね、ちょっと素朴な質問なんですけど、はい、こうやってお店に入ったら、はい、お姉さんたちがこうやってお話ししてくれるんですか。そうです、そうです、そうです。もうずっとなんか、まあ、二人きりっていうのはちょっと恥ずかしいんで、あんまそういう感じではないんですけれども。そうですね、指名制ではないので、はいはい、はい、このことみたいなのはできないんです。私たちも皆さんとやっぱ好きなものを共有したいので、ね、話して、お客さんとオタク語りをする場所ですね。オタトークじゃないですけどね。いや、本当ね、はい、なんだろう、男清楚で優しい、ね、お姉さんでも、ここに来た瞬間、なんかこう癒される感じ。よかった。ありがてぇっす。ありがてぇ、ありがてぇ。ありがとうございます。たくさんお店あるじゃないですか、ビルドさんって。はい、で、こちらのお家にお二人いらっしゃる。実は私たち、会いたくてここに今いるんです。無理って、今日は旦那さんがいらっしゃると聞いて、あ、行きます、行きます。所属店舗、どっちも秋葉原じゃないんで。そうなんですよ。いや、それ僕も会いたかったよ。あ、よかった。そうし、そう言ってか。ありがとうございます。皆さん、普段は私は新宿のギルドの方にいます。新宿にもあるんだ。はい、新宿にございまして、またこの場所が、そう、私、恵比寿のアニソバ銀河っていう店舗で働いてる。恵比寿の銀河行ったことある？あるある。え、あ、うん。さあ、ごめん。お二人のお名前とか何も聞いてなかった、ごめんなさい。あ、自己紹介していいですか？言ってたね。
私あのクフさやかって言います。私今日アニソンバギルドモフル銀河の公式アイドルユニットモフルクロスというアイドルのディープブルー担当になってます。アイドルもされてるんですか？そうなんです。こうお店で働いてそういったステージもやってるって。そうなんです。会えるアイドルやってます。そうだね。はい、彼女も同じメンバーなんです。そうです、同じグループで一生懸命頑張ってます。ダメだ、ダメだ。エリーと申します。聞いてるのが想像できる。ユミちゃんとエリちゃん。さやかです。あ、ごめんなさい、さやかさんとエリちゃん。はい、中間の女性の名前出されたわと思って。嫉妬しちゃうよ。この間のキャバクラの方がね。どれくらい働いてるの？私は1年になります。アイドルデビューとともにここの、あのお世話になる存在になったので。ただエリーさんは先輩なんです。やめよ、その辺。なんでですか？いいじゃないですか。でも前にいいんだよ。今4年目なのかな。結構じゃベテランなのね。そうなんですよ。意外と。そう、え、でもお店入って、はい、もうアイドルの活動もすぐ始めて。そうですね、アイドルになりたくって、うん、でオーディションを探したら、うん、そのアイドルになって、うん、そしたらここで、うん、あの働いてもらいますみたいなオーディションがあったので、そこにバーってアニソンが好きだったんで、ほんとはテストからアイドル。もともと、あの新宿の店舗とかでずっと働いていて、こうアイドルグループ作るけどやってみないって言われて、何それ面白そうって飛び込んだりとかして。じゃあまあ偶然。そうですね。吉田ちゃんはそういったセットでお仕事できるかなっていうので、スナビだったらやらない。掴みました。ね、ちょっとまた友達連れてくるよ。本当ですか？僕さ、本当さ、楽しいお店だよ。こんな楽しかったの？嬉しい。嬉しいか。来る来る、また来る。いや、嬉しい。漫画の話とかも私、ね、好きなんで、ハイスクール鬼面組とか好きなんですけど。めっちゃ強いよ。お口だ。クトンカカみたいな。でもそれ人も結構世代がこっちとかぶってる。そうなんですよ。なんで、本当にここに入って、ある意味、ジェネレーションギャップって同級生とジェネレーションギャップがあったんですね。グーグーガモちゃんとか、ドラゴンクエストだったら大の大冒険だと思ってる人だったんで、ここに入ってからお客様と話し合って、そうなんですよ。やって楽しいいいね、なんか楽しいこと仕事できるっていいよ。はい、クリスキル様で素敵素敵。やったー。行かない。どういう曲入ってんのかな。絶対入ってますか？絶対入ってます。何入ってるんですか？いっぱいある。いっぱいある。いっぱいある。なきゃ困るんです。あの、お客さんが歌ってたの私たち聞いてましたからね。すごい、めっちゃある。すげえ、すごい。まあ、ちょっとお客さんにマウント取んないかな、これは。ね、ちょっと自慢しよう。自慢しよう。ね、お客さん何歳ぐらいの方が多いの？幅広いですね。本当にお酒飲み始めてますっていう二十歳の方が、だから、もう、お仕事すごいちょっと落ち着いてきましたって方々からも、結構幅広く来てくださってます。みんなオタクだし、みんなオタクだし、オタクに年齢関係なしよ、あれだよ。じゃあ激レンジャーやった。めっちゃ息吸っちゃった。予約マジで、マジで。ちょっと音 PA 的にちょっと調整して。こっちで、こっちで調整とかしたいと思います。あ、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 受験疑問のホラーですよ。あ、そう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 。嬉しいね、ここ、なんか俺、もうなんか毎日歌いに来るよ、そんな感動してもらえるんだったら。いや、もう毎日泣きすぎてそのことになっちゃう。いや、嬉しいな。ということで、今日はですね、アニソンカフェバーモグルさん、ギルドです。ギルドギルド申し訳ございません。ギルドです。系列店ご存知でさあ、ということで、今日はアニソンカフェバーギルドさん、秋葉原店でいいですか？はい、に遊びに来たんですけれどもね、ちょっと今日一緒に遊んでいただいたさやかちゃんとえりちゃん、はい、
でございます。ということでね、お二人はね、先ほどご紹介した通り、新宿店と恵比寿のお店の方にいらっしゃるんでね、こんな感じでめちゃめちゃ楽しいです。僕もう帰りたくないです。帰らないです。ということで皆さん、よかったらね、ぜひこちらのお店遊びに来てください。